じゃあ、おはよう。どうしようかな。ここに入れるかな。今日はもうすぐ7時ですが、曇り空です。雨も降ってたようなんですけれども、今日まで、昨
昨日は少し寒かったのかな。今日は17度ということで、少し暖かく、明日からまた寒いということのようです。ポンちゃんはいつもながら綺麗な黒色です。まだいい。チェン君、ポンちゃん、今日は日がちゃんと入らなくて残念だね。晴れてくるかね。作業はだいぶ遅い状態になってますが、段ボールを今日は今のところ2つ、開けました。そしてもうあとこんだけです。これが終わると、ここを一旦きれいにできるはずです。でこんなのが出てきました。我が家のMacBook Pro を守るためのヒーターヒーターじゃないや、なんだっけこれ、ホットカーペット。でもペットヒーターって書いてあったよ、商品名は。ペットホットカーペット、ここがいいのかな。ここに置いとくと、ジャン君がこっちに寝てくれるということですね。いいじゃないですか。ここ置きましょう。じゃあタオルにでもくるんで。はい、それからそれそれのこのままで平気だよ。あ、そう、そのうんやつを脱い、一旦じゃあそれでやりましょう、うん、そしてこのお人形たち、この人たちは、ここの上が今集会場になっていますので、一旦この辺にみんな来てもらいます。いいですね。はい、よろしい。そしてこれは一体どうしたもんかと思いますが、前お誕生日おめでとうみたいなのを書いていた黒板ですね。これも何かに使えるでしょう。今はクリスマスの、時期になりますので、何かこれで作りましょう。そしてもう一個大事なものですね、これがさあ、何かと言いますと、ベトナム産のいつもこれベトナム産ベトナム産って言って、なぜかベトナム大好きみたいになってますけど、ハンモックですね。このハンモックを作ると必ず持ってくれるので、今日ちょっと組んじゃうかなと。ただこれを置く場所はさすがに今まだないので、ちょっと試したら他の部屋に持っていきます。部屋が片付いたらまた使います。スタート。よいしょ。立てたってやな。
はい、出来上がり。これ見ると絶対乗りたくなっちゃうから向こうにしまってきます。さあ、最後の段ボール1個開けます。ふい、ね、はい、大体こんな感じの人たちですね。はい、この人もね、行き場はもう決まっています。全部まとめて一度天井の近くの方に行ってもらって、後でまた適材適所という感じでしょうか。はい、いますよ。段ボールをとりあえず取り除きました。そして位置を変えて、掃除機などかけた状態がこれです。これではまだおしゃれとかかわいいとかないですが、ここからちょっと頑張ってみようかな。クリスマス仕様に持っていきましょう。そしてジャン君やポンちゃんがここをこう移動してですね、楽しんでもらえればいいと思います。ジャン君が我が家に来て7年経っています。経ちましたですね。初めの頃の、ジャン君からするとですね、もう何してもこんなことしても全然大丈夫。ポンちゃんもね、ポンちゃんはポンちゃんで、3年かな、はい、ジャン君おいで、はい、ジャン君